再生いただいた皆さん、チャンネル登録いただいた皆さん、本当にありがとうございます。 PCER24 と申します。今回は現在進行中の水冷システム PC に使う GPU の準備をしていきたいと思います。グラフィックボードの方は HIS の Radeon RX4808GB をチョイスしています。ディスプレイポートが3つと HDMI、 それから DVI なんかもついたりとかして、なかなか幅広い規格に対応しています。その他にも BIOS を切り替えることができるスイッチなんかもついていたりとかして、何気に便利なグラフィックボードではあります。もともとついていた GPU 用のファンがすごいガタガタで弱かったので、汎用品に切り替えて少しテスト動作をしていました。中古で買ったんですけど、ほとんど使ってなかったんですよね。今回はこちらのヒートシンクとファンの方を全部取り外して、 GPU 用のウォーターブロックに切り替えていきます。もともとバックプレートなんかもついてたんですけども、僕が手にした時にはもうすでにバックプレートはなかったので、こちら側から止まっているネジを外すだけで簡単にグラフィックボードとヒートシンクを分離することができました。通常 GPU とかは初めて分離する時とかは比較的硬くて、CPU グリスとかが付着してなかなか剥がれないということもあるんですけども、今回は一度分解しているものなので簡単に剥がすことができました。こちらがグラフィックボードの基板になります。こうやって分離するときに毎回思うのが、体積のほとんどがヒートシンクなんですよね、グラフィックボードって。これだけだとなんかすごい損した気がしますよね。コア部分に付着している CPU グリスを拭き上げていきます。グリスは再度塗り直すので簡単に拭き上げるような形です。次にメモリチップの部分をアルコールで洗浄していきます。もともとついていたヒートシンクはこのメモリ部分を全く冷やす構造ではなかったんですけども、 GPU のウォーターブロックになるとこの辺も全面で冷却するような形になるので、ここにサーマルパッドを貼り付けて GPU ウォーターブロックに熱を伝えていきます。アルコールで洗浄する目的は単純に汚れを取るっていうこと以外にも、サーマルパッドの密着性を上げるという目的ももちろんあります。メモリ表面部分の汚れをしっかりと取って下準備が完了します。続いて GPU のウォーターブロックに同梱されていた付属のサーマルパッドを利用します。ただこの元々ついていたサーマルパッドはあんまり品質がいいものではなさそうでした。品質の良し悪しの一つの判断基準になるのが、サーマルパッドを触った時に若干オイリーな感じがするものはあんまり品質が良いものではないです。熱の伝導率に関してはちょっとわからないんですけども、長時間利用しているとそのオイル部分が染み出して基板に付着するというような現象が発生します。特に空冷だとその染み出したオイル部分にホコリが付着して見栄えがすごく悪くなっちゃうんですよね。今回は水冷構成ということと、こちらのサーマルパッドと同じ厚さのものをちょっと在庫で持ってなかったので、今回はこちらを信じて使うことにしました。ハサミでメモリーの表面部分をしっかりと覆うことができる大きさにカットして取り付けてみます。メモリーが並んでいる部分は板ガム状のようにカットしてそのまま貼り付けても問題ありません。次にサーマルパッドを貼り付ける作業なんですけども、サーマルパッドを貼り付ける際には先に硬い方と柔らかい方のフィルムが付いてるんですけども、柔らかい方のフィルムを剥がしてからそちらをメモリーに実装してあげた方が、後で剥がす時に硬いフィルムを剥がす方が楽なので、そちらを貼り付けるようにしましょう。ちょっとカメラがピンボケしてしまって大変申し訳ないんですけども、貼り付けたフィルムの方は最後に一番まとめて剥がすような形にした方がホコリの付着とかを防ぐことができます。今回は付属のサーマルパッドを使ってるんですけども、ご自身でもちろん準備するサーマルパッドなんかもあるかと思うんですけども、厚さに気をつけた方がいいと思います。薄すぎるともちろんメモリ部分がヒートシンクに接触しないので冷却能力が落ちますし、逆に厚すぎても今度は GPU のコア部分がヒートシンクに接触しなくなってしまうので冷却能力が落ちてしまいます。これ私の過去の動画でも同じように失敗を犯してますので、そちらもよろしかったら見ていただければと思います。こちらでサーマルパッドの貼り付けが完了しました。メモリ部分と VRM 部分の2箇所に貼り付けしてあります。もともとメモリを冷却できないような形のヒートシンクだったので、こちらで冷却能力は大幅に向上すると思われます。先ほど残してあったフィルムですね、硬い方のフィルムを剥がしていきます。結構細かい場所をやるときにピンセットなんかを使ってこうしたフィルムを剥がす場合もあるかと思うんですけども、できればですねピンセットはやめた方がいいかなっていうのが、僕の個人的な見解です。
まあ、理由は単純で僕は結構緊張しちゃったりとかして手が震えて基板部分をピンセットでつついて怪我させちゃったりとかするのがちょっと怖いからですね。基本は手で剥がしてます。 GPU のコア部分には定番の MX4 を利用します。 MX4 はまあ自作 PC 界隈ではもう本当定番中の定番の CPU グリスだと思うんですけども、僕は個人的にはあと3話サプライのシリコングリスなんかも結構使ったりとかします。それではいよいよ GPU ウォーターブロックを取り付けていきますと、その前に前回作成したバックプレート部分をですね、取り付けるためのネジを先に挿入する必要があるのでこちらを取り付けていきます。ネジ部分を一応まあ絶縁するためにアクリルのワッシャーを利用します。 GPU ウォーターブロックの付属品に入っていたものなのでかなりの数が入っていたので助かりました。このアクリルワッシャーを取り付けてネジを所定の箇所に入れていきます。実際に入れたところを拡大してみるとこんな形になっています。ネジで力が加わる部分なので、まあ、少しでも防御策という形でこちらの方を利用してみました。今回の主役の GPU ウォーターブロックになります。取り付け方に関してはもうこれはデザイン上ですね、もう入るようにしか入らないのでゆっくりと取り付けていきます。一見アクリルパーツのように見えてなんか軽そうな感じに見えるんですけども、実は結構重いんですよね。取り付けた後の重量はおそらく元々の GPU のヒートシンクとクーラーが付いていた時よりも多分重くなってると思います。見た目はフラットですっきりするんですけどね。ひとまずウォーターブロックの方を基板に乗せることができたので、今度は裏に返して裏面からネジ止めをして GPU ウォーターブロックを基板に固定させていきます。固定させるためのネジももともと付いていたものではなくて GPU ウォーターブロックに付属で付いていたものを利用します。ネジ穴の位置は最低 GPU のコア部分4箇所以外に、まあ、穴が埋まってそうなところ、入れることができそうなところには埋めてあげるというような感じです。こちらの状態で基板の方とウォーターブロックの方はしっかりと固定されたような形になります。今ネジ山が立っている部分はこれはバックプレート用のネジ山になります。あとこの時点で一度確認していただきたいのはメモリ部分がしっかりとウォーターブロックの方に密着しているかというのを確認していただきたいと思います。サーマルパッドが薄かったりとかするとこの時点で接着してないっていうのがわかるかと思います。まあ、冷やさなくても動くってことは分かってるんですけども、せっかく冷やせるんだったら能力を全部使いたいですよね。続いて前回作ったバックプレートの方を取り付けていきます。こちらもまあ効果あるか分かんないですけども、同じくアクリルのワッシャーを使って高さを調節します。アクリルワッシャーだけなぜか付録でいっぱい付いてたのですごい助かります。続いてステンレスのワッシャーを使って高さを調節していきます。基板上のネジの頭だったりとか、その他ハンダ付けの盛り上がりなんかをこの高さで吸収していきたいと思います。いろいろと調節して最終的に 3mm の高さがちょうどいいということが分かりました。続いてバックプレートを取り付けていきます。これもいろんなところに穴開けちゃってるんですけども、こんなに穴いらなかったんですよね。バックプレートのサイズ感はもちろんぴったりなんですけども、僕が穴を開けた部分は若干ちょっとずれたりとかしてちょっと悲しくなります。小さい六角ボルトを使ってバックプレートの上からバックプレート自体を固定していきます。一つ部品の選定に失敗したところがあって、ネジ山の高さがちょっと足りなかったんですよね。ナット自体取り付けられないというわけではなかったんですけども、ネジ山がすごいギリギリだったのでなかなか噛んでくれなかったような形です。とはいえ一度噛んでしまえばしっかりと固定することができるので、ひとまずこの状態でそのまま作業を進めてみました。小さい上にかなりシビアな作業なので、もう手とかすごいつりそうになってしまいました。なんやかんや言ってひとまずナットの方を締め付けることができました。よかったです。まあボルトの方が長すぎてもバックプレートの方が飛び出しちゃうので、まあ、これでいいのかなっていうことでよしとします。最後に手で締めたナットの部分をピンバイスを使ってしっかりと締め付けていきます。あんまり締め付けすぎちゃうと今度は基板の方をダメにしちゃう恐れがあるので、適度な力を加えて締め付けていきます。これでようやく取り付けが完了です。こちらが空冷用 GPU クーラーから水冷用のウォーターブロックに切り替えた RX480 になります。
撮影しながらだったんで合計2時間ぐらいかかっちゃったんですけども、実際は多分1時間もしないで交換することができると思います。作成したバックプレートの仕上がりはこんな感じですね。まあ、結果想像してたようなデザインにはなったかなというような感じです。実際 GPU を通常の方法で取り付けるとこのバックプレート側が目に入ってくるような形になるので、なんかちょっとしたインパクトを与えることができるかなと思っております。これで GPU の冷却の方はバッチリだと思います。で、まあこれを使って組み上げようと思ったんですけれども、一つじゃ物足りないので今回2つ準備をしてみました。そうなんですよ、実はですね、もう最初から CFX 構成でを検討していました。 RX480 は販売当初 GeForce の GTX1080 よりも CFX の構成にすると能力が上がるというようなことを言ってたんですけども、実際その辺もどうなのかっていうところを検証してみたいと思います。まあ、検証するって言っても、まあ、検証自体まだこれを組み上げないとダメなので、先にまずこいつをしっかりと組み上げてからどうにか動かしていきたいと思います。まだまだ先は長そうですよ。最後までご視聴ありがとうございました。 CFX 構成のグラフィックボード2枚差しの構成にはなってるんですけども、実際ケースがミドルサイズなのでちゃんと収まるのかっていうところがちょっと今の一番の心配ではあります。引き続きお付き合い、チャンネル登録なんかもぜひよろしくお願いいたします。